県と熊本市は先月から1日あたり4000人の職員を目標に時差出勤やテレワークに取り組んでいます。県は今日その結果を公表し、1日に平均4086人の職員が参加した先月は、車の交通量が去年と比べて熊本市東区の保田久保北交差点で午前6時台に 4% 増加したものの、通勤ラッシュの時間帯である8時台は 3% 減少したということです。また水道町交差点でおよそ 5.5%、 上行寺交差点でおよそ 1.3% 交通量が減少していて、県は一定の効果があったと分析しています。県は今月以降も熊本市と時差出勤やテレワークの取り組みを継続するとともに、熊本市周辺の自治体などにも働きかけを行うことにしています。